ステファノ・モローネは、イタリア・コゼンツァ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。中盤のバランサーとして、チームプレーに徹する姿勢を見せる立体的なプレイヤー。地元コゼンツァ・カルチョにてデビューし、セリエ A のクラブを中心に活躍し、移籍を繰り返す。2000年のシドニーオリンピック代表に選出されている。 2005から06シーズンより所属した AS、リボルノカルチョにおいて、リーグ戦35試合出場で6ゴールをマークし、ロベルト・ドナドーニ監督の下で、クラブの上位進出に貢献した。2006年8月には、イタリア代表監督に就任したドナドーニにより、クロアチアとの親善試合のメンバーとして、A 代表に初招集されたが、出場機会はなかった。2007年に、 パルマ FC へ移籍するが、セリエ B 広角となる。その後キャプテンに就任し、1年でのセリエ A 復帰に貢献した。2014から15シーズン限りで現役を引退し、パルマの U-20 部門の監督に就任した。ドナドニネームズニュー、ルックイダル、UEFA.com http://www.uefa.com スラッシュ uefaeuro スラッシュ news スラッシュ newsid イコール444365 html ハットエスクローシバ tmw マンシリチラリカミンシオダパルマアリニーロアイジョバンニ tutto merca toweb.com 2016年11月10日閲覧ありがとうございます。